and get your hand off my hips and kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that kiss?以上、愉快な山岡凛さんによる高速ムーンウォークでした。どうも皆さん、戦闘主任の吉田です。このシリーズは開幕に何か小ネタを挟まないといけないっていう縛りでもあるのか。共感の東北なっちたんだ。それでは今回も張り切っていきましょう。今回のテーマはズバリ、チェイスを頑張るだ。この動画シリーズ、隠密しすぎてびっくりするくらい画面にキラーが映んないですからね。というわけで、今回のパーク構成はこんな感じだ。チェイスを頑張るって言った割には都会の逃走術入ってますけど。頑張ると言っても、わざわざ目の前に出て行って屈伸で煽るようなことする必要ないだろ。で、ちょっと待て。どうしたんですか教官、そんな街中で出品の工藤静香と遭遇しちゃったみたいな顔して。どういう状況だそれ。あ、すみません、多分工藤静香が出品で歩いていたら誰も気づかないですよね。お前工藤静香の出品見たことないくせに失礼すぎるだろ。確かに見たことないですけど、正直リアルにこんな感じだと思います。やめろー、お前国民的アイドルの奥さんに喧嘩売ってんのか。まあでも今はもうぶっちゃけ国民的アイドルって言うほど人気ないからいいんじゃないですか。いいわけないだろ、このチャンネルがジャニーズ事務所に目をつけられたらどうするつもりだ。絶対にありえないと思いますが、すいません、配慮に欠ける発言でした。かけすぎだ。いいか、今の時代ちょっとしたことで炎上するんだから発言には気をつけろ。辻ちゃんなんて特に何もしてないのに炎上してますからね。そうだ、特に何もしてないのに炎上って、それもはや放火だろって気がするが、そんな時代だ。発言には細心の注意を払え。いいな、了解しました。ところで教官、なんださっき何か言いかけてましたが、何だったんですか。そうだった、なんで今回のキラーがナースなんだ。ナースはもうやっただろ。ああ、そのことですか。おい、理由を言う前にいい加減この画像を消せ。おっと、うっかりしてました。結局誰だったんだあれ。カズオの母ちゃんです。誰だよ。いや、やっぱり言わなくていい。このままだと全く話が進まないから言わなくていい。そうですか。で、なんでまた相手がナースなんだ。いや、ただ単に赤帯まで来るとキラーがナースばっかりで狙ったキラーとは兼ねないから面倒になっただけです。そんな理由で私はまたナースを相手にしなくてはいけないのか。でもほら、赤帯のナースからチェイスで逃げ切ることができればチェイス下手ってイメージを払拭できますよ。それは一理あるな。よし、やってやろうじゃないか。いつになくやる気ですね教官。とりあえずはここの発電機をつけてしまおう。よし、オッケー。破滅がついてないって珍しいですね。破滅ってついてると鬱陶しいけど、ついてなかったらついてなかったで逆に不安にならないか。え、なんで破滅ついてないの。なんかとんでもないのついてんじゃないだろうな。まさか貪られる希望みたいな。破滅の代わりにテナトフォビアをつけてる人はいますが、今回はそれもないみたいですね。ますます怖いな。あ、オブセッションの人が捕まっちゃったみたいですね。多分ストライク持ちだろうから、あの人にはできるだけ時間を稼いでもらって、私たちは発電機を進めよう。また発電機ですか。そんなこと言ったってしょうがないだろ。あれ、なんか普通に切られましたね。ストライク失敗か。で、来た来た。バベチリはついているみたいですね。教官、これはチェイスするチャンスですよ。ここから発電機4台分チェイスしたいで、何隠れてるんですか。ちょっと待って、まだここにいたー。なんで私があそこにいるって分かったんだ。謎のシックスセンス発動しやがって。これだから赤帯のナースは嫌なんだ。いやでもこれでようやくチェイスしているところを撮影できますよ。やってやろうじゃねえかこの野郎。ちょっとかっこいいからって調子に乗るなよクラナース。で、あれ、なんか戻ってっちゃいましたね。私に恐れをなして追うのを諦めたか。いや、多分普通に救助を警戒して戻っただけだと思います。ああ。え、どうしたんですか。工具箱がない。まったくもう、だからあれほどベルトの紐にくくりつけといた方がいいって言ったじゃないですか。小学生の落とし物帽子だろそれ。教官の年齢的に間違ってはいないと思いますが。落としたんじゃない、フランクリンの悲劇だ。ああ、ありましたねそんなパーク。そういえば全員何かしらのアイテムを持ち込んでいたな。それにしても珍しいですね。私の経験上、全員アイテムを持ち込んでいるからってフランクリンの悲劇をつけてくるキラーは高確率で性格が悪い。これは気を引き締めていかねばならんな。完全に長官の独断と偏見ですけどね。ただこれで大体キラーのパークが分かりましたね。すさんな肉屋、フランクリンの悲劇、そして多分バベチリだな。あとは多分ノーワンとかだろ。っていうか教官、オブセッションの人がもうすぐ行きそうです。やばいやばい、ナースも帰ってきたタイミングが悪くて救助できなかったっぽいですね。ちょっと待ってろ、今助けてやるからな。放置されて心細かっただろ。今お前の好きな小田裕二のオーバーザトラブルを歌って元気づけてやるからな。いや歌わなくていいから。そうですか、この歌を聴けば2つのハートをクロスさせるなんて簡単なんですけどね。何を言っているんだお前は。あ、そこにお前の医療キットが落ちてたのか。とりあえず回復してあげましょう。やばいです教官、回復してあげてる間に戦況が民主党政権時代の日本みたいに悪化しています。悪化しすぎだろそれ、ほとんど絶望的じゃないか。とにかく助けに入らないとゲームが終わっちゃいますよ。いや、なんかオブセッションの人が言ってくれるみたいだ。一人は脱出できたみたいだし、私たちは発電機を回そう。でもあの人、あと一回釣られたら終わりですよ。なんか迷わず特攻していったから大丈夫だろ。取れ高的にも釣られた回数的にも我々が行った方が良かったような。
いやいや大丈夫だ。さっきのあいつが片方を起こしに行っているはずだから。ほら見ろ、起き上がったぞ。私はきっとあいつはやるやつだと思ってたんだ。きっと織田裕二のおかげですね。それはない。とりあえず、今担がれてる人はまだ一回も釣られてないはずだから、慌てて助けに行く必要はないな。こっちに豆釣りで飛んできそうですね。って思いましたが、近くの発電機がついちゃいましたね。もしかして回復せずに発電機を回してたのかあいつら。根性ありますね。でも大丈夫かあれ。多分ナースすっ飛んでいくぞ。って言ったそばからやられた。これはまずいですよ。多分もう一人はナースに呼ばれてるはずですから、我々が釣られている人を助けに行かないと。分かってるわそんなこと。クソ、せっかくここまで順調だったのに。全滅しました。見ればわかるわそんなこと。クソ、とりあえずお前は逃げろ。ここは私が食い止める。教官、それ完全に死亡フラグです。たとえ死亡フラグでも、もう私がチェイスして立て直す時間を稼ぐ以外この状況をひっくり返す方法はない。確かにそうですが。大丈夫だ、私にはデッドハードとこの日のために練習してきた必殺技がある。必殺技。危ない。よしよしよし、いけるいける。このマットはナースにとっては入り組んでてやりにくいはずだ。この調子で時間を稼げば、さっき助けたメグがダウンしている味方を起こしてくれるはず。ただもう少し離れてあげた方がいいんじゃないですか。分かっている、とりあえずここで一旦やり過ごし。ちょっと待て、なんだこのテーブル。いったー、誰があんなところにテーブルを置いたのは。運営です。パック、そっちは島根並みに何もないですよ。私を舐めるな。見たか、これがこの日のためにチュートリアルのマップで練習してきた旋回だ。え、まさか初成功ですか。初成功だ。どうだ、これでもうチェイス下手とは言わせないぞ。でも今の場面、冷静に考えると旋回じゃなくて普通にデッドハードの方が良かった気がしますが。うるさいうるさいうるさい。ちょっとテンパってただけだ。次はもっと上手くやってみせるぞ。というかちょっと待て、これひょっとして巻いたんじゃないのか。え、本当だ、いつの間にか巻いてますよ教官。味方は立て直したか。やりましたよ教官、完全に立て直しました。素晴らしい、これは私のおかげと言っていいだろ。どうだ、今回は私頑張ったんじゃないのか。発電機も残り一つだし、このゲームはもらったな。そんなこと言ってるとノーワンでやられちゃいますよ。そういえばまだキラーの最後のパークが何なのか分かってなかったな。よし、ここからはもう安全運転で行こう。もう発電機に集中して、救助とかは他の人に任せる。仮にもゲーム実況者とは思えないセリフですね。だって初めて旋回成功したんだぞ。なんかもう島根県民並みに日々を必死に生きてましたね。とか言ってたら通電しましたよ教官。よし、それでは帰ろうか。言っとくが、ノーワンで誰かがやられても私はもう助けに行かないからな。とか言ったが、何事もなくゲート前に着いた。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さらばだ。シャブでーす。お待たせ。おお、ええやん。はい、はい、いや。さあ、闇のゲームの始まりだぜ。幼女の皮をかぶった化け物です。たった一人で戦場の主役と、なんたる光栄。死ぬにはいい人いるな。まあ、今日はオフ会当日ですけども、ほんでかれこれまあ2時間くらい待ったんですけども、参加者は誰一人来ませんでした。一体何が足りんかったんでしょうかね。